僕は心不全なんです。心不全、階段が上るのがものすごい辛い、階段降りるのもまた辛いというぐらい、心臓というのは結局不思議に動いてるわけです。そうでしょ、自分で動かしてもない。で、心臓から何が行く、血液です。その血液が頭の際から頭の足のつま先まで流れていくんですが、毛細管も合わせるとどれぐらいの長さだと思います？あなたの血管の長さ、地球の赤道の2倍半なんです。一人の人間の血管の長さが赤道の2倍半ですよ。失礼ですが皆さん、初めてそれ聞くでしょう。はっきり言えることは、私の父や母が作ってくれたわけではない。それを造物主と言ってるわけです。私たちは作られたんだよって、自分で生きてるわけでもない。そんなこと言うけど、私は心臓が動き、血管が体中に血液を運んでるわけですね。今から約3500年前、あの有名なモーセが、人の命は血にあるって言ったんです。これ大事です。旧約聖書の中に2回書いてある。3500年前、人の命は血にある。これが医学の根本でなくちゃいけないんです。今私たちは頭がどうやとかこうやって、もうみんな解剖して掘って、人間が体を作ったわけではないのに、人間の体がちょうど機械のようにバラバラされていくわけです。人の命は血にある。血液が養分を送り、酸素を送り、逆に炭酸ガスを集めてくれるわけですね。変な話になってきましたけど、私たちは腎臓が2つある。腎臓が2つあるから、まあ人にあげてもええんやとかみんな言うかも分かりませんが、腎臓っていうのはここへ来て血液と水を分けてくれるわけです。血液と水だから、流れてきた水がもっとお前はもう一度体に戻りなさい。で、水になるのが尿になるわけです。私たちは全然知らない。だけど私の頭の中にあるコンピューターよりもはるかにすごいコンピューターが、つまり脳が全部やってるわけです。血液と尿を分けるだけではない、私の体の全てを統括してるわけですね。さっき言いましたが、私の父や母に感謝すべきですが、父や母が私の体を作ったわけでもない。生まれた子供が指5本やーって喜ぶのが親なんです。この指が5本、しかも方向が全然違う、みんな。それをキリスト教を言ってるんじゃないんです。造物主ですよと言ってるわけです。聖書は今から3500年前、世界最古の書物だと僕言いますが、造物主が私たちを作った。さっきの話、ロシアでもう徹底的に爆撃がないで、人間は何もなくなる、もうダメだ神様という以外にない。イエスは2000年前、幸せだと言ったんです。神に会えるから。死んでから神に会えるかどうか、そんなこと言ってないです。その苦しみの旗で神様と人間が言える、心の貧しきがゆえに言える、その時に神のおられる天国を味わうと言ったんですよ。それが人間の幸せだ。今から2000年前イエスはそう言ってるんです。もっぺん言いますけど、キリスト教の話じゃないんです。イエスはなんで30歳で2000年前にそこまで分かったのか。心の貧しい者は幸いだ、あなた方は慰められると言ったんです。心の清い者は幸いだ、神を見る。そう、日本人の考えている神々ではないんですよ。さっきから言ってるように、造物主に会えると言ったんです。人間が全てのものを失い、全ての叫びの中で造物主に会う。別にロシアのことを褒めるわけでも何もないんですが、このレーニンとトロツキー、共産主義でものすごいロシア人が殺されてますよ。しかも造物主を崇める信仰を持ったらダメだってガーン、みんな信仰を持った者がシベリアに送られて寒さの中で死んでいったわけですね。この3つ、200年前のナポレオン、100年前のヒトラーの信仰、そしてレーニンとトロツキーの共産主義、ロシアとはそういう国なんです。人間としての極致的な全てを失った、そういう中で神と出会う。それで皆さん、シベリアって行ったことはないでしょうけども、
シベリアの方はものすごい美しいわけですね。それはもう春夏秋冬、冬は寒い。しかし春が来る喜びはもうたまらないわけです。イエスはある時、空の鳥を見よう、空の鳥を見ようって言ったんです。彼らは種をまいたり刈り入れをしたり苦労は何もしてないけれども生きてるじゃないかと言ったんです。それ簡単な言葉ですけど、どう？人間は俺は生きてる、生きるために苦労してこうして食べ物やって種まいてそして何々やってるんやって言うんですが、イエスは空の鳥を見よう、何の苦労もしてないじゃないか、造物主が全部を養ってるじゃないか、飛行機ができる前から空の鳥は飛んでたんです。人間の空の鳥っていうのは飛行機ですが、それを真似しただけなんですね。野の花を見ようとイエスは言いました。そして野の花、つまり野草の花、都会の人はだんだん野草の花を見なくなりましたけど、野草の花をイエスは指さしながら、栄光栄華を極めたソロモンでさえこの野の花の一つほどには着飾ってなかったって言った。僕はすごい言葉やと思う。栄光栄華を極めたソロモンって言ったらすごいじゃないですか。目かけさんだけでも千人おったんですから、変な男の願い通りが千人の目かけさん、そして着るもの、地位、建物、そりゃすごかったんです、ソロモン。だから栄光栄華を極めたソロモン、みんなが誇るわけですね。ソロモンのようになりたい。しかしイエスは一言で、栄光栄華を極めたソロモンでさえこの野の花の一つほどにも着飾っていなかったって言った。僕は丹波に住んでる。時々椅子出して自分の庭に行くんですが、庭といってもほったらかしの庭です。草が生えて花が咲いて、でそこへ椅子と言いましたが、ちょっとした椅子で安楽椅子なんですね。バターンと倒れる。その安楽椅子にバターンと倒れながら大空を見て、それから空に山にですね、鳥が飛ぶわけです。いろんな鳥が追う。同時に周りを見たら野の花がいっぱい咲いてくれてるわけです。いわゆるお金をつぎ込んでやったわけではなくて、自然の中なんですね。鳥もそして花も。イエスは今日野にあって、野原にあって、明日炉、つまりストーブみたいなもんや、ストーブのようなところに掘り込まれる野の花でさえ造物主はこのように美しく飾ってると言ったんです。ソロモンなんてものは足元にも及ばん。これイエスのなんていうか美意識です。栄光栄華を極めたソロモンでさえこの一つ花のほどにも着飾っていなかった。今言ったように僕は安楽椅子を持っていて自分の庭の中でひっくり返りながら、そういうことを思います。